こんばんは。本日のライトガチャルーティーンはちいかわライトブレスです。全300円7種類で、今日は全種類全キャラクターを紹介します。それでは手元カメラドン。はい、カラフル、全7種類でキャラクターごとで色分けされてるかな。では一つずつ開けていきたいと思います。お、1個残ったんで、じゃあこれから。今ね、結構流行ってるんですよ、ライトブレス。まあ腕時計で光るっていうだけなんですけど、お、可愛すぎて。あ、まず1匹目なんですけど、ちょっと伏せて先に紹介からしていきますねと思ったんですが、全キャラクターいるんで一つずつ見してった方がいいかな。まず1つ目、1匹目がお、栗まんじゅうやったっけ。ちょっと見よう。はい、合ってた、栗まんじゅうですね。こんな感じで、これ腕にねはめれるベルトとキャラクター、これをはめる作業があるんですけど、これね時計じゃないんで、こう別に開くわけじゃないんですよ。ただ軽く見せようかな。後ろのこれね抜いて、これを押すと光るっていう。だから最後、あ、しかもレインボーに光るんよ、かわいい。なので最後全種類つけて光らせようと思います。ってことで、まずは栗まんじゅう。じゃあ続いて緑いきます。どんなキャラクターが好きですかね。さあ緑は、あ、もうこれファンの人だったらすぐわかるかも。この外側の後ろね、後ろ姿で、はい、2匹目はラッコ。ラッコ先輩やったっけな。なんかめっちゃにわかの朝一時期だけで言うと、間違ってたらコメントください。なんかキザな感じなんやな。なんか戦士で助けてくれる的な、知らんけど。はい、これも取って横のスイッチを押すと、多分レインボーに光るのは全部一緒なんかな。めっちゃ綺麗。あ、青いな。はい、あえて通さんと並べてって光らした方が可愛いかも。では次はこれ、薄ピンク、桃色かにしたいと思います。お、なんかこんなん言っていいか分からんけど、サブキャラばっかりやな。シーサー、シーサーは、シーサーの知識は全然なくて、沖縄の人てか前に全然見せなかった。はい、シーサーかわいい、笑ってる。はい、これが3匹目。次じゃあ黄色。黄色って絶対ウサギじゃない？知ってんねん。ウサギ、黄色、ちいかわ、白、8割青っていうのが大体分かってんねんけど。あ、出ました、ウサギ。ウサギは喋れへんねんな。でも草むしり検定
かええの取ってて、知力頭はめっちゃいいねんな。なんかチーカーの世界やったら喋れれば喋れるほど頭はいいらしくて、8割がすごいよな。かわいい、眉長。はい、4匹目はウサギでした。次はじゃあ赤にしよう。残りこの3つやね。予想では8割ちいかわ。これあと誰や、あれちいかわでした。全然ちいかわでした。まさかのここで1番は8割やねんな確か。はい、ちいかわが出ました。ちいかわこんな感じ。じゃあ一瞬暗くしようか。一瞬暗くしようか。ちょっとじゃあ一回全部消してみる。おお、すげえ、めっちゃいいやん。おお、最後のちょっとお楽しみで置いときたいと思います。やば、テンション上がって思った。じゃあこれは8割最後やと思うから、これ何やろ、あと何のキャラがいるっけ。おい、あモモンガ、あれモモンガって紹介してないな。モモンガやん。しかもさ、モモンガダブルピースしてんねんけど、ダブルピース、あれちょっと待って、これモモンガじゃね？怒ってるわ。はい、ダブルピースのモモンガ。ってなると、もうこれは8割。一番人気かな？あと僕が知ってる知識やったら、あの子とかいうキャラがおるやんな。キメラとか。あとあれやな。兵隊さんちゃう。まあなんかテロップで出てると思う。あ、かわいい、いいね。やっぱ8割かわいいな。性格もいいしね。チャリメーな。おお、いいね8割。はい、それでは全部光らせたいと思います。あ、やっぱこうやな。あ、こうか。やっぱメインどころを真ん中上3匹にしてこうね。はい、これで光らすわ。めっちゃいい感じになるんじゃない？じゃあ光らすんで一瞬。はい、準備できました。それではいきます。ちいかわライトブレスイルミネーションの世界へ2023、まもなく2024年、今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。です、どうぞ。おー、綺麗。ちょっと待って、サムネこれでええんちゃう？これしかも順番につけてるから、順番に光るから同じ色じゃなくて、次々点滅してんねん。だから被る時間帯の色もあるけど、
ちょっと今緑多めみたいな。え、めっちゃいいやんこれ。じゃあ電気つけます。近っ。これよく考えたけど、一人で手につけれる？いいこと考えた。一個手につけて、あとは光らしたのサムネで前で、あ、ちょっとこれ子供やからちょっと男の人は腕が回らん可能性があるで。マジか。こう通してちょっと手足りひんな。クワッカワラビーの手でも借りたいな。こんな感じ。うわ、結構ちょっとこれキツキツやわ。男の腕は止めると、あ、いけたいけた。あ、可愛いかも。これでこう見たらちっちゃいな。スイッチ押したらこう、あ、顔全然映らん。で、実はこの他にもライトオブレス系の商品で言ったら、アンパンマンと身につけたっていうあの教育番組のやつと、本当に最近出たばっかりのクレヨンしんちゃんとサンリオで、実は今日サンリオとクレヨンしんちゃんは、一個ずつ回してきたんで、最後にそれもお見せしたいと思います。とりあえずサムネ用にちょっと光らせたいと思います。順番に点灯してってる。見えるかな？綺麗な。これでも電池なくなったら終わりやと思うねんな。あ、かわいいけど、顔、僕の顔映らんな。これでもいいかもな、サムネ。だってほら、あり？お化けみたいになってるけど。あ、後ろ後ろ後ろ邪魔やってなるかな。こうか。こうかな。いいやん。ね、お化けみたい。これでいこうかな。てか暗すぎるんか。もうちょっと暗くならんのかな。豆電球みたいな。あ、でも、あ、これでもいい。あ、めっちゃいいやん。これでいいやん。何やったのさっきの。かわいい。みんな顔ちゃんと向いてるから、いいサムネやんな。あ、ごめん、わらび忘れた。あ、映ってくれよ。こうか、こうやな。笑わん方がいいか。ちょうどいいとこで OK。 はい、では、お待ちかね。ほんまに出たばっかり、この 2,3 日ぐらいで出たクレヨンしんちゃんとサンリオのライトブレス、ただ1回ずつしか回してないので、しかも何が当たったかもまだ見てなくて、それを今から紹介していきたいと思います。はい、どっちがどっちかも分かってません。まずじゃあこっちからいこうか。はい、
じゃあ何こっちからいくか。あ、クレヨンしんちゃんですね。はい、クレヨンしんちゃんライトブレス。しんちゃん、ぼうちゃん、風間くん、しろ、ねねちゃん、まさおくん。いや、これ誰が出ても可愛いな。で、前までやったらこういう風に色分けされてたのが、今回から全部、クレヨンしんちゃんは全部オレンジのカプセル、サンリオは全部ピンクのカプセルになって、何が当たるか分からなくなって、はい。あ、でも、あ、小色的にいきます。せーの、ねねちゃん、いいよ、いいよな、ねねちゃんから。ねねちゃんはこんな感じです。あ、よかった。まあ光のイルミネーションの順番とかは多分一緒やと思うんだけど、はい、ねねちゃんね。じゃあこっちが、サンリオですね。サンリオも行きたいと思います。あ、ちょっと、サンリオはラインナップで言えたら、クロミ、キティちゃん、シナモン、マイメロディ、ケロッピ、ポンポンプリ。まあちょっと映っちゃったんですけど、はい、ポンポンプリン、サンリオ、人気ランキング第2位、ポンポンプリン。ではポンポンプリンはこんな感じですね。はい、ってことで、しんちゃんの方はねねちゃん、サンリはポンポンプリンが当たりました。これも最後電気消して終わりたいと思います。はい、ということで以上ライトブレスの紹介でした。それではありがとうございます。おやすみ。ブラックバラビーくんの日常。